まず鉛筆を持つようにこのような形でお箸を持ちます。こういう形でございます。そしてこの空間ですね、この空間の下にお箸を入れます。こう入れます。そして入れたのを薬指に当たります。そしてお箸を上まで持ってあげます。全体像で言いましたらこのようなバランスでしょうか。そして下に入れましたこのお箸は親指の付け根のところと薬指に乗ります。そうして親指の先に支点がありまして、こちらを支えとしてこの2本で動かします。こういう動きです。ありますか？こう持っております。こうですね、こうなりまして、こういう動きとなります。お箸はこのようになります。こういったクロス箸ですとか握り箸は違います。これが正しいお箸の動きです。練習に入ります。まずお米をお皿に入れます。反対側のお皿には何も入っていません。このお米を一粒ずつこちらのお皿に入れていきます。取って入れる、取って入れる、取って入れる。その時手はこのように動きます。全体像で見ますと手は下のお箸は動かないで、上のお箸が下がってお米をつかみ、そしてこちらに移動。この動きです。なかなか慣れないとしんどいですけれど頑張ってください。